クリスチャン・ゴットフリート・エーレンベルクは、ドイツの博物学者、動物学者、比較解剖学者、地質学者、そして優れた、顕微鏡の使い手であり、当時最も有名で活動的な研究者の一人であった。エーレンベルクは裁判官の息子として、ライプツィヒ近郊の都市、デイリッチュンに生まれた。彼は、若年期に、ベルリンで、進学、ついで医学と、 自然科学を学び、著名な探検家である、アレクサンダー・フォン・フンボルトと信仰を持った。1818 18年、彼は菌類に関する内容で、博士論文シルビ・マイコロジキー・バロリネンセズをまとめた。1820年から1825年にかけて、エーレンベルクは、友人のビルヘルム・ヘンプリックと共に、中東地域の最終旅行に出かけ、 何千もの動植物の標本を収集した。彼は、エジプトやリビア砂漠、ナイル川、流域、航海北部の沿岸を探索し、特に航海では、ンゴの重点的な研究を行った。続けて彼は、シリアやアラビア半島、エチオピアを探査している。この旅行の手記とそこで得られた貴重な資料の数々については、翌1826年に、 フンボルトが報告している。期間後、彼は、昆虫や産後について、数編の論文を発表した。また、哺乳類、蝶類、昆虫類に関しては2巻にわたる著書シンバルフィジスに詳細を綴り、出版した。他の研究成果については、学会や研究会などの場で報告している。エーレンベルクは1827年。 ベルリン大学の医学の教授に任命された。就任して2年後の1829年、彼はフンボルトに同行して、東ロシア中国国境を探索した。この旅行から戻ったエーレンベルクは、それまで体系的な研究が行われていなかった、微生物の研究に注力し始めた。30年近くの間、エーレンベルクは、水や土壌、堆積物、風人、 岩石などの資料を観察し、何千もの微生物の新種記載を行った。この中には、夕暮れなものようなよく知られた、鞭毛虫、ゾウリムシに代表される、専網虫、そして多くの微化石が含まれ、発表された論文は400ペン近くに達した。彼は、特に単細胞の原生生物の仲間である形相に、興味を持っていたが、 同時に放散虫についても多くの研究を重ね、命名を行った。これらの研究は、例えば軽層度が、研磨剤や、その他の用途に利用されるなどの実学面での貢献も、さることながら、微生物とある、種の岩石圏との関わりについて、大きな知見をもたらした。エーレンベルクが、明らかにするまで、相当量の岩石が微生物の化石に由来する、 ことなど知られていなかったのである。彼はまた、海で見られる輪行が、生物発酵によるものであることを解明した。エーレンベルクは1837年に、ロンドン王立協会の外国人メンバーとなり、ついで1839年には、ロンドン地質学会から最高の栄誉である、ウォラストンメダルを贈呈された。彼は晩年まで、 深海や様々な類層の微生物を観察し続けた。エーレンベルクは1876年6月27日、ベルリンにて死去した。彼の母妃は、ベルリンのプレンツラウアー、ベルク地区にある。エーレンベルクの母妃1876年に、エーレンベルクが没して後、彼の収蔵物は、ベルリン大学のフンボルト博物館に寄贈された。 エーレンベルクコレクションは4万枚のプレパラート、5000の標本、そして3000枚のスケッチと1000通近い手紙よりなる。彼は、レーウェンフックメダルの初代受賞者でもある。エーレンベルクの故郷であるデイリッチュには、彼の名を冠した学校であるエーレンベルク、ギムナジウムが設立されている。毎年最も優秀な成績を収めた生徒に、対しては、 エーレンベルク賞が授与され、合わせて、奨学金が支給される。生物の学名の中にも、著名な生物学者であるエーレンベルクにちなんで、命名されたものが、数多く存在する。種商名をエーレンベルクに、懸命する場合、彼の名前、エーレンベルクに、I、アイマイナスを挟んで、ラテン語の男性俗格の語尾アイを付加した、エレンバーグ部が使われることになる。 彼が研究したユーグレナモの一種であるユーグレナ、エレンバーグブ・クレブス、1883をはじめ、昆虫や高等植物など様々な生物に彼の名がついている。エーレンベルク自身が命名、記載した動植物は数多いが自分に対して懸命することはないため、それらの生物はエレンバーグブを名乗らない。エーレンベルクの主な論文、著書を列挙する。 エレンブは植物の学名で命名者を示す場合にクリスチャンゴットフリート・エーレンベルクを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズにはクリスチャンゴットフリート・エーレンベルクに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズにはクリスチャンゴットフリート・エーレンベルクに関する情報があります。ありがとうございます。